俺は大学で映画鑑賞のサークルに入っていた。丸々くん、この映画絶対見た方がいいよ。どれ？基本的には部員同士でどういう映画が好きとか話したり、映画館へ見に行ったりする映画好きの集まりサークルである。ある男が来るまでは平和なサークルだった。ある日 A という男が入ってきた。 A は映画を幅広く見ているようだが、ああ今度それ見に行くんすか。俺とっくに見ましたよ。主人公の父親は〇〇で最後は…と部員がこれから行く映画をネタバレするやつだった。部員たちと映画館に行っている時も上映中にネタバレしてくる。あのさ A 君、ネタバレやめてくんない？結末がわかるとつまんなくなるでしょ。はあ、こっちは教えてやってんだろ。と迷惑かけてる自覚もない様子。逆に A が初めて見る映画については、つまんねえ、くだらねえ、こんなの女だけが見る映画だろ、レベル低っと見ている横で文句言ったりして迷惑だった。俺が認める映画以外はダサくだと偉そうに言っている時もあった。しかも A はくちゃら、映画を見ている横でくちゃくちゃ食べてる音がうるさかった。さっきからうるさくて迷惑なんですけど。はあ、このくらいいいだろ、集中力ねえのか。一般客から文句言われることもあって、その度に他の部員が謝罪していた。部長と A を追い出そうと話をしたが、さすがに追い出すのはうちのイメージが悪くなってしまう、自主的にやめてもらうしかと弱気だった。とはいえ A によってサークルの雰囲気は悪くなっていく一方である。ある日から A は同じサークル部員の B ちゃんに絡み始める。 B ちゃんが勧める映画全部面白いよ、今度二人で行こうよと。他の部員が勧める映画は基本ケチつけるものの、 B ちゃんの勧めるものは内容はどうあれ褒めている。しかも A はネタバレする自分を他の映画好きより俺の方が詳しいとカッコつけるためのアピールだったようだ。もちろん迷惑以外の何でもないし、 B ちゃんも聞いていた。俺 B ちゃん狙ってるから手出すなよ。最近俺の教えた映画見てるようだし、結構気があると思うんだよね。来週ぐらいに告れば間違いなく OK もらえると言い切っていた。あっそ、頑張れば。お前がしつこく進めるから見てくれてるんだろ。その後も A の行為は部長が何度注意しても改善される様子がなく、 B ちゃんもしつこく接触され限界のようだった。さすがにこのままではいかんと、部員たちで A への復讐を実行した。A 君、この話の最後は〇〇がバツバツになってと、 A が初めて見る映画をネタバレしてやった。ネタバレすんな。映画以外でも、あ、その小説読んでるんだ、俺それ読み終わったよ。犯人は、おいやめろ、まだそこまで読んでねえんだよと、読んでいるミステリー小説の犯人や恋愛漫画で誰と誰がくっつくのかを全部バラしていった。もちろんネタバレなんて好きではなかったが、毒を持って毒を制すとばかり A を苦しめてやった。最終的に A がブチギレて、こんなレベル低いやつらといらんねえ、永遠同士でやってろと文句を言って、ようやく自らサークルを抜け出した。最後に A はサークルを抜ける前に B ちゃんから LINE を聞き出していたが、 A さん、ごめんなさい。知らないの？ B ちゃんは高校の時から付き合ってる彼氏いるから。最後の最後で衝撃のネタバレ。 A は悔しそうな顔で帰っていった。その後は映画サークルは平和になった。ネタバレ行為は人の楽しみを台無しにするから、しっかり気を使おう。ご視聴ありがとうございました。また見てね。